日目の今日は9つの団体がこのステージの上で披露していただくことになっていますが、最後の団体はこちら武田さん、会津からということになるんですね。そうです、唯一の会津団体ですね。会津の柳津町は温泉で有名な、はい、そこにですね、素晴らしい大神楽があるんでございます。はい、それを今日お招きいたしました。はい、この、まあ、会津の大神楽ですけれども、ルーツをたどってみますと、また会津とは違ったところからということなんですか。そうなんです。江戸時代末までですね、日本松藩、お父様は丹羽さんですけれども、まあですね、非常に神楽が好きでね、神楽師をお抱えしてたんですよ。御用神楽師って言ってるんですが、渡辺東大雄という方ですね。でその東大雄がですね、明治維新になりますと藩がなくなりましたから、脱サラせざるをいなくなっちゃったんですね。はい、それで長沼町とか郡山市とかですね、あの方々にですね移り住みまして、最終的にはその渡辺東大雄から数えてね、五代目三左衛門という方がですね、只見町のね、柳取というところの山内家に婿養子に入ったんです。それから山内三左衛門になりましてね、この方は大変ね、その三左衛門は芸が達者で指導する力もあったんですね。で会津にはね、かなり古い時代から神楽はあったんですけども、現在の会津の神楽の大部分はね、この三左衛門から教えを受けておりますね。その三左衛門の孫弟子にあたる方がですね、今回お招きしたあの藤野芸能保存会のつい最近残念ながら亡くなりました後藤熊蔵さんという会主ですね、師匠さんがその三左衛門から語られて孫弟子にあたる方なんです。日本松藩神楽のね、正統派をよく受け継いでいる方で、よそではね、日本松神楽というところもあるぐらいですね。それがでこの神楽の特色はね、はい、獅子頭を操る舞だけではなくて、その後にですね、先ほどもちょっとお話し触れましたけど、神楽七芸って言いましてね、余興の芸があるんです。でいろいろあるんですけれども、正気舞とかね、あの悪霊を払うため の, あの小松君に出てくる正気様の舞ですが、その他にね、曲芸もあるんですよ。これが見事なんです。例えば傘の上でね、唐傘の上で丸を回したり、あるいは真四角のね、マスを回したり、それから建物といいましてね、茶碗をね、五段に重ねたりというですね、普通ではとてもできないね、神楽をね、あの妙教の芸、やる曲芸ですね、それをおやりになる。これ福島県で唯一でございます。おそらく相馬、この浜通りの方はね、ご覧になったことないと思いますね。今日とっておきのですね、最後の締めでございます。はい、どうぞご覧ください。曲芸があるっていうことでね、また曲芸というのはちょっと、またどんなものなのか楽しみでもありますが、会場の準備ができ次第、最終の今回の出演の団体となります。社団というんですけどもね、はい、太鼓を乗っけたお宮みたいなのありますね。あのお宮の中に獅子神楽を収めて、それで担いで歩くわけですね。はい、で太鼓もついています。であそこの幕にね、丸に横位置ありますね。これはあの山内家の家紋なんです。でこの神楽のことをね、相手の方は山内神楽と言っておりますね。もう知らない人ないぐらい有名な神楽でございます。これで太鼓が大太鼓と、あの丸い太鼓とですね、締め太鼓と2つついてましてね、それを打ちながら参りますが、他に三味線、鐘なんかも入りますね。はい、皆さん大変芸達者なんですよ。見事なもんですね。ルーツが二本松からということでね、まあ、二本松と浪江町というとまたねつながりがありますが、そういったところからまたさらに柳津へということでですね、非常に興味深く私も感じておりますが、間もなく準備ができて、そして披露ということになります。大村さん、ちょっと前に出ていただけませんか。あの今回の、ね、曲芸の、ね、立役者でございまして、高校時代ですね、入ったの卒業してすぐね、そうすると16から、はい、16から入りましてね、その曲芸を身につけられたね、もう何て言いましょうかな、まれに優れた方でございますな。この方がしっかりとついてらっしゃいます。あから楽しみして。今日は曲がなんと何をご披露いたしますか。今日は唐傘回しを。唐傘回しとね。はい、あの五段はできないね。まあ、今日はちょうどね。唐傘の目だけ残念ですけど、はい、次回またお願いします。はい、わかりました。で、後ほどお願いいたします。正気様もあります。はい、はい、はい。
神楽とあと正気の舞ですね。これはあのご正月の正気様の登りありますけど、同じく悪霊を払うために非常に大きな力を持った中国伝来の神様です。その舞もありますのでね、今日は何回も悪魔払いをやりましたので、皆さんまず病気しないで、少なくとも80、90までは長生きされると思いますので、どうぞ頑張ってください。じゃあよろしくどうぞお願いいたします。準備が整ったようです。それでは今日のステージ最終最後の出演団体ということになります。内野は芸能保存会の皆さんによります、入ってきかギャナイズの大神楽です。どうぞ。ことぶき三馬荘大長寺の始まり、始まり。
文字は神楽しむと書くという、いや神は愛さめて参らする手に持って皆様の悪魔をよければ、よっはい平六よと。これからおじじはすめすめどーい。様の悪魔を睨んでおめでたい、めでたーい。はい、それではお獅子は一休みでございます。いや、マリ、
ではお獅子は一休みというところでございます。はい、お獅子は簡単と夢枕。それでは続きましてはひょっとこの出番でございます。神楽の色男、おかしなお面の番長がひょっこりひょっこり出てくるぞ。これをございました。長獅子、長獅子でございました。ありがとうございます。それでは長獅子が終わったところでございます。ありがとうございました。それでは今度は大神楽十八番のおめでたい曲芸をやってまいります。それでは今日の曲芸は末は広がれ末広の曲芸からおめでたいからかさの曲芸をやってまいります。はい、それではよろしくお願い申し上げます。それでは続きましては西洋連馬はからかさ回しの一節。それでは末は広がれ末広の曲芸でございます。まずは傘の使い分けから参ります。まずはお手調べから親指の上へと、ほらどっこい、ほらめでたい、続いてはほらどっこい、肘の上へ、ほらまだ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 、結構試しでございます。ほらどっこい、ほらまだ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 と、続いては顎の上へと、はい顎試し、はいこの通り、ほらどっぷい、それでは顎から続いて鼻の上へ、はい今度は天狗は鼻止め、鼻に立ちました顎を流さめ、なかなか立たない、ほらうまく立て、はい毎日食べてるもので鼻がちょっと低くなってます、ちょっと食べさせていただいて、はい立ちましたならもう投げた目でございます。はいはいこの通り、天狗は鼻止め、おでこに立ちましたならばお慰めでございます。坊さんは額痛めし、はいこの通りおめでたい、坊さんは額痛めし、おでこに立ててまいります。続きましては肩の骨組みで立ててまいります。はい今度はからかさの骨組みで立ててまいります。
はい、この通り指紋止めし。はい、雨も下手もございません。はい、この通り指紋止めし。今度は青に立てましたならば、はい、からかたの骨組みで立ててまいります。はい、顎試し。この通り、ほら、めでたい。ほら、ほら、どっこい。はい、今度はマリを回してまいります。一回でも回りましたらばお慰めでございます。お願いいたします。マリの回し分け、はい、回し。はい、はい、大回り。ほら、はい、大回りで回してまいります。はい、もう一回。早くなってまいります。回してまいります。空腹は和合、家内は和合、輪っかの回し分け。はい、回りましたばお慰め。はっ、ほら、はい、空腹は和合、家内は和合、輪っかの回し分けでございます。ほら、おめでたい。はい、飛び輪っか。はい、この通り飛び輪っかでございます。はい、ほら、めでたい。はい、ネズミの桁渡り。はい、ネズミの桁渡り。はい、おめでたい。危ないところは早くなります。はい、今度はお祭りにはつきもの、ますますご繁盛はますの回し分け、はい、それではやってまいります。はい、それではよろしくお願いいたします。おめでたいところ、ますの回し分け。お、強く回りますればお慰め、回らなくてもお慰めでございます。はい、やってまいりましょう。はい、ますますご繁盛と、優勝おめでとうございます。ますますご繁盛、ますの回し分けです。はい、おめでとうございます。喉の渇きは水でございます。
木大臣は剣の舞でございます。はい、それでは今度は正気様でございます。皆様のご健康をお祈りいたしまして、コロナ退散でございます。正気様でございます。それではよろしくお願いします。皆様のご健康並びにコロナ退散と悪払いの正気様でございます。よろしくお願いします。はい、正気大臣は剣の舞どこいとな。あれそろまだあどれあどろほらまだあどろあどれどうはキリシタンがいて、悪魔げどうはキリシタンがいて、ほかないは安全と皆様ご健康でお暮らしのできますよう、コロナ退散と神は守らせたもうなーい。ございました。お供でございました。ありがとうございました。お供でございました。